義士四十七図、中村勘介正時、清中義士正像より、中村勘介正時中村正時、元禄十六年二月四日は、江戸時代前期の武士。赤楼市四十七氏の一人、通称は勘介。変名は、山彦家平。万治二年、越後村上藩松平家家臣、三田村正大部の子として誕生。母は、同家臣。 井上玄右衛門の娘。遠方四年、針間阿公藩朝野家家臣の中村昭介の娘婿となった。家督を継いだのは天那二年と伝わるが、正確には不明。阿公藩では、雄筆剣馬回り役として仕えた。元六二年には、長男中三郎を設けた。元六七年の備中松山城を受け取りの軍にも従軍し、そのまま一年半にわたり、 松山に在番した。元禄八年には、養父、昭介が死去。元禄十二年には、次男、中村勘治が生まれた。元禄十四年三月十四日、主君、浅野長典が、吉良吉仲に、電柱人情に及んだ際、正時は、阿公にいた。四月十九日の阿公城会場後も、反省残務処理のため大石義雄の下で働き、江戸幕府からも、 この間七人ぶを支給された。九月下旬には大石から堀部武恒ら、江戸急新派を陳部の特命を受けて、原本時、牛尾田公共、大高忠夫らと共に、江戸へ下校するが、逆に丸め込まれて急新派になってしまう。その後、豪を煮やした、大石自身の江戸下校があり、十一月二十三日に、大石が江戸を立つ際に、中村も応郷して、十二月には、 京都へ帰っていった。12月9日に、牛尾田公共と共に、新門決判書を提出し、元六十五年5月には家族を、道のく白川藩の親戚に預けた。10月21日、江戸下校中の大石と鎌倉で合流した。平邸内入りの際には、裏門隊に所属。本会後、伊予松山藩主、松平忠正家の屋敷に預けられ、2月4日に、 松平家臣家大島半編の解釈にて切腹した。去年45、主君、浅野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。法名は、ハロジロ検信寺。なお、長男、中座ブロは、一族連座して、伊豆国大島へ、流罪にされた。その後、赤穂浪士を絶賛する世論の後押しなどもあって、妖善院の赤穂浪士維持たちの斜面嘆願が、認められ、 光栄3年8月に幕府は徳川家綱の27回帰法事による特赦として中座部老を赦免した。中座部老は浅草草原寺で出家して白川で僧となった。次男、漢寺も草原寺で出家して僧になっている。ありがとうございます。